い、食べ歩きを満喫したので今からグランピングの施設の方に向かいます。こっからは車で20分ぐらいなんですけど、一旦行って荷物とか置いてちょっと周りを偵察して、そうから買い出しとかしてっていう感じかなって思います。はい、じゃあ向かいまーす。向かいまーす。到着、着きましたー。ゆとりろ熱海です。今日泊まるところ、ちょっと早速泊まるコテージの中を見ていきたいと思います。え、なんかすごい、でも温かみあるね。かわいい。すごい、サウナの匂いする。すごい。え、すごい、こんな感じ、トレーナーハウスみたいな感じになっております。いいね、こじんまりしてて。え、なんかいいよね、心温まるわ。買い出し行くか、もうすぐね。めっちゃいっぱい買ったね。さあ、いくらになるんでしょうか。買い出しから戻ってきたらあっという間に暗くなってしまいました。お肉焼いてます。ちょっともうあっという間に暗くなったね。すごいね、焼き目もわからん。牛タンと手羽先焼いております。そして私はアヒージョの準備をします。どうしてんの？うん、一応どういう動画みたいな感じになってんだけど、アヒージョを作っております。私、しかし暗くてほぼ何も見えません。アヒージョとウィナー、うん、美味しそう。手羽先も焼きました。食べる？食べる。一瞬だった、暗くなるまで。うん、めめ、いただきます。牛タン、うん、夏のおすすめのウインナー、アルトバイエルンのレモンパセリです。うん、ちっちゃい頃からバーベキューでパパ焼いてくれてて、うん、ずっと美味しくて食べてる。うん、美味しい。チーズインナー食べてみようか。うん、美味しいよ。うん、うん、ま、ウインナーと米って最強に合うよね。キャンプチャンネル。で、それならもっと本格的なキャンプしたい。炭とか自分たちで火起こして。うん、うん、ふん、めっちゃ山の中だよね。うん、スーパーからの帰り道やばかったね。真っ暗。手羽先食べてみよう。余熱でも入ってると思う。うまっ。うまい。味しない。まあ、確かに。うん、うん、うん、めっちゃいいじゃん、おいしい。ね、買ってよかったね。うん、やっぱ外で食べるご飯って美味しいよね。手羽先って食べにくいよね。食べにくい、腹立つ。なんか実家って感じする。ここ、北海道の匂いって感じする。うん、なっちゃんが好きなやつじゃん。うん、大好き。よかった。うまっ。うん、個人的にハンモックがあるっていうのがめっちゃポイント高かった。今日一回も乗ってないけど、乗ってみれば今。うん、え、怖っ。どうですか、お気持ちは。いい感じです。幸せ。芋虫みたい。なんか無心になれる。おい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 、いじめこべることだ。おい。なんか結婚したらさ、庭がある家に住みたい。そこでハンモックとか建てたい。うん、うん、すいません、焚き火です。ああ、ということで散々食べましたね。もう火も消えまして中に入ってきました。なのでこれからお風呂に行きたいと思います。お風呂はなんかここじゃなくって
本館のホテルの方に大浴場みたいなのがついてるらしいので、じゃあとりあえずお風呂行ってきます。もうやっ、消しようとした。痛い？うん、おお、いいいい、痛い。お風呂から戻ってきました。疲れた。はい、これなっちゃんに誕生日プレゼント。今めっちゃ疲れたとか言っちゃったのに。でも渡したくない、正直。はい、結構前に買って、多分なっちゃん今もう使わないかも。何、ありがとうございます。なっちゃん誕生日だいぶ過ぎちゃって、渡すタイミングずっと探してた。これなんかこうかっぱってやるやつでしょ。あ、かわいいじゃん。ピアスなんです。でもピアスつけないって言ってなかった朝。え、つけるよ。ほんと？かわいい赤のピアスを買いました。すごい大人なプレゼント、ありがとう。二十歳なんで。なっちゃんの星座の獅子座。うん、石。へえ、すげえ。どうですか、うん、二十歳過ぎてからやっと札幌ビール園でビールを飲めるっていう。いやー、ほんとにかっこいい西島さん。無理、ガチで結婚。本当に結婚してほしい。見てますか。はい、ということで、歯磨いて寝まーす。もうやばい、おはようございます。10時チェックアウトで9時40分に起きてしまいまして、途中トイレ行った。途中トイレ行ったんだけど、寝た。そう、9時40分に起きてコーヒーをギコギコすることもできず、朝お風呂に入ることもできず、すっぴんのまま今に至るっていう感じですね。なので、まあこれから普通に家に帰りながら、途中で海老名のパーキングエリアの下りの方、昨日行ったのが上りの方だよね。いや、分からん、どっちがどっちか分かんないけど、そう、帰りにももう一個の方、そう、帰りにも違う方のパーキングエリアがあるから、そこに行ってなんか朝ごはん兼昼ごはんみたいな感じでご飯を食べてから帰ろうかなって思います。お団子買いました。かわいい、すっぴんでもかわいい。おいしそう、定食的な。日本人だね、なっちゃん。お鮭大好き。さっき食べます。どうぞ。おいしい。モズ安定食。醤油の感じ。この子またカフェラテ飲んでます。シャインマスカット買ってウキウキです。2個も買っちゃった。2400円分のシャインマスカット。シャインマスカット買いました。イエーイ、パーキングエリアで。嬉しい、マジ立派だったよな、シャインマスカット。すっごいでっかいよね。スーパーではね、会えない。すごい大きい、でっかい。これで1200円。私は飲むヨーグルトを買いました。関東生乳品質改善協会において1位を受賞したイデボク牛乳 100% の飲むヨーグルトです。すごいですね。ディレン、私飲むヨーグルト大好きなんです。いただきます。夏はスタバ。乾杯。 Cheers。 うん、お団子も買いました。1本だけ食べよう。みたらしとずんだとごまと磯辺を買いました。うん、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 う
買って帰ったよね。めっちゃ美味しくて、今回も買った。めっちゃやばやば。ね、すごいよね。うん、このまま食べよう。おーい、じゃあ全部食べろ。一粒ずつ。そしたら1本分だからね、一応。うん、確かに。美味しい。なんかゲームする？いいよ。補足しりとりゲームするじゃん。2人で2人でしりとりってするものなの？2人でできるゲームって何？じゃあなっちゃんの恋人依存度を診断したいと思います。イエーイ。診断スタート。恋人ができたらファッションは相手に合わせる？合わせない？合わせない。毎日何らかの方法で4回以上恋人に連絡してしまう？しない。別れた恋人からもらった思い出の品は捨てると思う？捨てないと思う？捨てる。あと売る。恋人に対してもっとこうしてほしいということがあったら伝える？伝えない？伝える。物事を決める前には恋人の意見を聞く？いいえ。恋人と大喧嘩、こんな時先に謝ることが多いのは恋人？あなた。私。友達との戦略がある日に恋人からデートに誘われたら友達との戦略を優先する？デートを優先して戦略を断る？自分は恋人にはふさわしくないと思うことがある？いや、ない。恋人とのペアルックをすることになったら恥ずかしい？嬉しい。恥ずかしい。でもペアルックもさ、なんか度合いによるよね。全身とかは無理だけど、靴とかなんか帽子、いや、それリンクコーデにしてんじゃない？それペアルックじゃないってこと？うん、それは無理だ。でもしようって言われたら嬉しいけどね。家の中ではいいよっていう。ああ、これそれだな。これで診断したいと思います。おー、15%。 まあでも、あえてサバサバした態度を取りがちな傾向がって書いてある。あなたの恋人依存度は 15%。 恋人に対して全く依存してないタイプだと言えるでしょう。しかもあなたの中にはたとえ恋人といえども依存するのは良くないという気持ちが強くあるようです。はい、あります。そのためあえて恋人同士でも甘えるのを避けたりサバサバした態度を取ったりする傾向があります。うちらこういう診断同じだったら全く正反対の結果。本当だね。もうそろそろ家に着きます。なっちゃん、運転ありがとう。うん、いいよ。お疲れ様。どうでしたか、グランピング2日間？楽しかったね。楽しかったね。うん、ずっとやってみたいって言ってたからね。うん、今度はもうもっと本格的に自分たちで火起こしとかするキャンプやりたいと思います。テント立てよ、テント立てよ。いいね、こんな感じで。チャンネル登録とインスタグラムのフォローもよろしくお願いします。お願いします。